あの車乗ってみたいな。油断するなよ。容赦しねえぞ。調子に乗りすぎんなよ。お前もな。行こうぜ。チョコボに会える。はいはい。胸張って支払え。本気で涙でさ。じゃシドニーのとこへ向かおうぜ。ベヒーモスの角は高値で売れる、うん、修理費用をしっかり賄えるだろう。
おお、立派な体だな。油断するなよ。大自然ってのは気分が上がるな。そうだな。スタンドってどこも同じ感じなんだな。同じっつうか旧世代の形だろあれ。オートでは確かに見なかったしな。あの空気がいいよね。金に変えようよ。ベヒーモスの角。うん。シドニー、あれ来たんだ。みんな修理進んでる？もちろん。安心しなよ、あと少し。そっちはどう？修理費用はもう少し待ってほしい。待つのはいいよ。ごめんね、さすがにタダでは厳しくてさ。ま、壊したの俺らだし。この子ね、やっぱり育ちがいいんだ。下手な部品じゃ全然合わない。直すからにはきっちりやっとく。結構破格なんだよ。それでもだよな。感謝してるぜ。支払いに上乗せで飯でもおごるさ。ならじいじに壊れたって連絡したら、とにかく怒りまくってたから。やっと着いたな。俺もう動けません。しばらくここで休みますよね。はは、休む休む。私もさすがに疲れたよ。
車をこれまたいい女が直す。兄ちゃんたちさ、いい光景をありがとな。ありがとな。やっと車が戻ってくる。この金で豪遊すんのもあるよね。やめておけ。なんとかな。遅くなってごめん。大丈夫大丈夫、毎度どうも。金額は変わりないか。うん、あの額でいいよ。じゃあ、あとは待ちに待ったこの子の納車だね。この通り準備できてるよ。修理は無事に終了。もうどこも悪いところはないはず。感謝する。細かいところも整備しといたよ。費用上乗せしたいとこだけど、この辺はおまけ。本当嬉しいな。いいえ、今後ともハンマーヘッドをよろしく。もちろん他の店には行けねえさ。頼むよ、乗ってみて。ああ、生き返ってる。もし何かあったら連絡を。次は修理じゃなくな。うん、いいよ。うちの工場ならもっといろいろやれる。性能に不満感じたらいつでもおいで。電話で相談もあり。いいよ、じいじも退屈してるから喜ぶ。今度はシドに手土産を持って伺うか。うん、だな。じゃあ行くわ。ありがとなシドニー。うん、行ってらっしゃい。